トゥーランド V 力の時間です。あなたは真の浦島太郎の物語をご存知でしょうか。今回は知られざる浦島太郎の真実と隠された歴史の闇についてお話ししていきます。はい、というわけで昔話浦島太郎のガチ考察シリーズでございます。浦島太郎ね。はい、ついに来ましたよ。ついに、そういえば触ってなかったよ。触ってますわ。触ってたっけ。一回やっとんねん。ほんまや。おいそういえば。忘却すな、もう。やってた。話しがいのない。かごめ、桃太郎、竹取物語と来て、いよいよ浦島太郎の考察なんですよ。うわ、いよいよ来た。そう、誰もが知ってる昔話、浦島太郎に秘められたとんでもない秘密とは一体何なのか。ね、闇に葬られた真の日本の歴史を知る上でもね、非常に重要な回となっとるんですよ。おー、いいね。かごめにはね、鶴と亀をすべた隠されし神、にぎはらひや、豊受の狼の存在。桃太郎には鬼と呼ばれた渡来人、浦一族を討伐した3人の吉備津彦の存在。竹取物語には天照、佐野、つくよみ、大国主の血が入った女性祭司王というね、とんでもない存在が隠されてましたよね。まあ、古来から語り継がれるおとぎ話っていうのはね、別名大時話とも言われており、書き換えられた本当の歴史を伝えるために作られたんだよとも言われてるわけですよ。なるほどね。そうだ、つまりね、浦島太郎にも暗号化されたメッセージが、もうゴリンゴリンに存在しとるということなんですよ。この流れやとありそうやな。まあでもね、都市伝説好きな人とかやったら、まあこう昔話を深読みしとるだけでしょと、ね、そんな深い意味昔話ないでしょって思うかもしれないんですけどもね、まあ、今日と明日の動画を見ていただければその考えは覆るかもしれない。誰も知らない本当の浦島伝説。実はね、僕たちが知ってる浦島太郎の物語って、もともとあるストーリーからしたらね、かなり変更されてるんですよ。変更されてる。そうね、僕たちが知ってるのって、まあ、いじめられてる亀をね、浦島さんが助けてお礼に竜宮城連れてってもらって、毎日遊んでたら急に家帰りたくなって、故郷に帰ったら何百年も経ってて、うわもう最悪やで絶望して、竜宮のお土産にもらってた玉手箱パカンって開けたら、しわしわのおじいちゃんになって、鶴になるっていう。ね、鶴になってだっけ。そこも忘れてんのあれ、それ忘れた。いや、よくわからんラストなのよ。俺子供心にね、このストーリーなんか理不尽やなってずっと思ってたんですよ。そうなんや。だって浦島太郎は亀助けて、そのお礼で竜宮城行ってるわけやんか。で時の流れが違うっていうシステムなんか聞かされてないもん。確かにこっちからしたらな。確かに。で帰りたい言ったら時限爆弾みたいなの渡されて絶望して開けてるわけやから。で最後おじいちゃんファンになって鶴が縁起よく終わってるっぽいねんけど、バッドエンドやんこれ。この物語何意味してんねんってずっと思ってたんですよ。確かにそう言われてみれば、小太りじいさんとかやったらなんかこう卑怯なことダメだよとかな、あるやんか。あるね。どこに教訓があんねん。メッセージ性どこ。そうそう、いろいろ気になってたんですよ。それではこの理不尽すぎる昔話、浦島太郎っていうのはいつから存在し、どのような物語だったのでしょうか。浦島太郎にまつわるエピソードが記されている最も古い書物はなんとね、日本書紀なんですよ。日本書紀。日本最古の歴史書にドカンと浦島伝説が載ってるのよ。マジで？これ意外と知られてないんですけど。全然知らなかった。そう。そして同時期に編纂された単語の国不時、万葉集にも浦島伝説が記されてる。へえ。日本書紀に記される浦島太郎の物語。浦島太郎の記述は雄略天皇22年秋7月の上に見られます。ここでは浦島太郎は浦野島子さんとして登場してます。本名が浦野島子ってことね。島子さん。丹波の国与謝郡に住んでいた浦野島子は、ある時ね、船に乗って釣りに出かけたんですけども、釣れたのは魚じゃなくて、大きな亀やったんですよ。亀が釣れた。亀がズローンでね出てきて、このオガメは釣ってからね、しばらく掘ってたら、綺麗な女性に姿を変えていったんですよ。そう。で浦野島子はその女性と結婚してしまうと。でこの女性と仲良くなって。海中にある蓬莱山ってとこに行って、海中にそうで仙人たちと会って回ったよ、めでたしめでたしみたいな。日本書紀に記載される浦島伝説はこれだけなんですけどもね、かなりね重要な情報が詰まってるんですよ。てかまずね、浦野島子が釣りに出かけたのは雄略天皇22年っていう具体的な年数が記されてるんですよ。それ思ったね。これは現代でいう西暦478年に相当するんですよ。へえ、しっかり書かれてるの珍しいよね。そう、政権がひっくり返る大化の改新よりね200年近く前の出来事なんですよ。そしてさらにね、浦野島子が住んでた場所が今でいう京都府にあるカンパの国だよってことも記されてると。うわ、しっかり書かれてるね。与謝郡ってとこまで書かれてる。だから日本書紀には浦島太郎の住所がもう公開されてるのよ。すごないこれ。確かに。そう、他にも助けた亀が乙姫的な存在であるっていう記述とか、2人で蓬莱山に行って仙人に会うっていうオチも気になるところではあるんですよ。で、宮下文書なんかを見てると、蓬莱山イコール富士山というイメージですけれども、日本書紀では海中に存在し、仙人が住む場所という設定みたいなんですよね。それではね、日本最古の和歌集「万葉集」には浦島伝説はどのように書かれてるのでしょうか。はい、まず「万葉集」に出てくる浦島太郎は水の絵の浦野島子という名前で登場します。おお、やっぱり島子。島子なんで、水の絵の浦野島子はある時、船を出して釣りに出かけましたと。はい、そこから7日も家に帰らず、釣りに明け暮れてたんですよね。じゃあもうプカ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 浮いてたから、ついうっかり、人間の世界と、怪人の世界のね、海の神様ね、怪人の世界の境界を越えてしまって、ジブリみたいな話だけどな、異世界のような場所に迷い込んでしまうんですよ。そしてその世界で出会ったのがなんとね、怪人族の王、渡摘の娘さんやったんですよ。渡摘の娘さん。そうで、この島子は渡摘の娘さんと仲良くなって、結婚することにしたのよ。あら、結婚した島子はしばらくね、怪人の宮で暮らしてたんですけども、やっぱりね、故郷が恋しくなるんですよ。ああ、やっぱりね。で、外帰りしたいんだと言い出すわけですよ。妻はね、いや別に帰ってもいいけど、この世界にまた帰りたいならこの箱を持っていきなさい。おお、何があっても絶対に開けずに持っていてくださいねと言うたわけですよ。で、島子がね、3年ぶりに故郷に帰ると、知ってる景色とはもう様変わりしてて、もう家もなかったんですよ。家もない。そう、自分家、自分家もなんもない。あれで、島子はもうあまりの状況にパニックになったんでしょうね。なぜか妻からもらった箱を開けたら、全てが元通りになると思い、あれだけ言われてた箱をパカッと開けてしまうんですよ。ラララララ。するとその箱からブワッとね、白い煙のようなものが黙々とたなびくだけで、何も変わりませんでした。景色は変わらず。そうで、島子はなんやねんと叫び、そのまま気絶してしまったんですよ。で、しばらくして目が覚めると、シワだらけの白髪まみれおじいさんとなり、そのまま亡くなってしまいました。亡くなった笑ったのかね。いや、どんなテンポよく終わんねん。テンポよく不幸になってた。これが万葉集に載っている浦島伝説なのよ。へえ、なんかね、ちょっとちゃうね。でも大筋の中では僕たちが知ってる物語と一緒なんですよね。まあ近いね、こっちの方が。しかしね、このストーリーの中には昔話には出てこない非常に重要な情報が隠されてるんですよ。あ、そうなん。それはね、浦野島子と結婚したのが怪人族の王渡摘の娘であるっていう。ああ、そこもはっきりね、この記述でございますと。ここはかなり重要ポイントなので、今後の動画でね、詳しく説明していきます。はい、それでは最後に丹後の国風土記に記される浦島伝説をご紹介したいと思います。はい、最も情報量が多くて、僕たちの知っている物語ともだいぶ違います。あ、そうなの。冒頭の記述では、与謝郡という場所に筒川という村があってね、その村に筒川の島子が住んでいたと。筒川の島子、その名前どんどん変わってるけどね、記されてるんですよ。で、この筒川の島子は高貴な上になんか雅な感じでね、めっちゃイケメンで洗練されてたので、別名水の絵の浦野島子と呼ばれていました。はいはいはい。ね、さっきはなんかこう地名っぽい感じなんかなと思ったけれども、丹後の国風土記ではなんかこうイケてる雰囲気がこう水の絵と、みずみずしい感じなんかな。ああ、なるほど。そういうふうに呼ばれてたらしいんですよね。そして島子は草壁氏の先祖であるともね、記されてるんですよ。へえ、なんか情報量多いですよね。なんかね、増えてるね。そうだから、これまた具体的な地名が出てくるし、子孫までもが明かされてるんですよ。これ重要そうでしょ。重要そう。ここもゴリゴリに考察するんですけどもね、まずストーリーいきましょう。島子の物語は日本書紀のストーリーと同じく有楽天皇の時代にまで遡ります。彼はある日ね、一人で船を出して海に出たんですけれども、一向に魚は釣れずに途方に暮れてたらしいんですよ。でも3日ぐらい粘ってたら、ついにすんごい強い引きを感じたんですよね。で、おらー来たーって思いっきり引き上げると、やっぱりとんでもなく大きな亀が来るじゃない。やっぱそう。しかも5色の。5色どういう亀？なんかレインボーみたいなのやな。怖い怖い。で、島子、うわ、なんやこれと。この亀どないしようかなと思いつつ、仮眠を取ったんですよね。しばらく寝てないから。とりあえず。達成感なんかな。で寝てたら仮面をムク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 と、やっぱり寝てる間に美しい女性へと姿を変えていったんですよ。西孫さんびっくりして「あなた誰ですか?」って聞いたら、その女性は「私は仙人が住む天上界からやってきた天女です」と。おお、天女。そう、素敵なイケメンがね一人で釣りしてるって聞いたから、どうしても会いたくなって雲に乗ってやってきたんですよって。あら3日イケメンが釣りしたら天女来んねんすげえ、確かに。だから天女さんからねめちゃくちゃアプローチされてんのよ。はいはいはい。で天女はさらに島子に向かってこう言います。はい、私の気持ちはね2人で天地、秘訣の永遠の次元に身を置くことなのです。あなたはどうお考えですか？いきなりむず初対面でこれ言われたらなんて返していいか分かりません。むずい、まあ、難しい表現なんですけども、まあ、天と地、ね、太陽と月とはすなわち陰陽を表しているわけですよ。はいはいはい。陰陽五行思想では陰は女性、陽は男性を表すので、まあ、陰陽が統合して2人で1つの次元に身を置くっていうのは平たく言うとプロポーズですわ。まあそういうことよね。一つになって一生一緒にいようっていう、はいはいはい、表現がこのなんかすごい難しい表現だと。むずいね。西孫子はもうそれを受けて、いやこんな綺麗な人にねプロポーズされて断る理由なんてないですわと、もうそう望むところですと答えたんですよ。あら成立。そう、じゃあ天女喜んで、それでは蓬莱山に行きましょうと。はい、蓬莱山。そう言って西孫子を眠らせたんですよ。眠らせたんや。そうでわって寝てパッと目が覚めると西孫子は海中の不思議な空間にいたんですよ。へえ。でそこはもうとてもきらびやかな世界でね、至る所に宝石が散りばめられてるの。ね、2人は手を取り合ってゆっくり進んでいくと、一見の見事な家の前にたどり着いたんですよ。はいはい。その天女さんはね、少しの間ここにいてくださいねって、そう言って家の中に入っていったんですよね。ね、こう待ってる島子のもとに7人ぐらいの子供がぶわやってきて、おろわあこの人が亀姫の夫なんだ。亀姫。天女さんは亀姫って呼ばれてるんですよね。もともとレインボーの亀や。そうそうそう。そのまんまなんですよ。そのまんまや。で、その子供たちがイケメンだねみたいなこと言ってるわけですよ。で、ここからこの子供たちがね、不思議なこと言うんですけど、僕たちは、この7人の子供たちは自分たちのことをスバル星なんだと語るんですよ。スバル星。自分たちはスバル星だと。スバル星っていうのは夜空に輝くプレアデス星団のことを指すわけなんですけども、人間でも神様でもなく自分のことを星だと、そう言ってんねん。これ海中の中で星だとわけが分からへん。だからプロなんかもしれない。分かるけどもう逆もうわけわからんな事件が。確かに。でさらに8人の子供がやってきて自分たちのことを今度はね雨降り星と紹介したんですよ。まあこちらの子供たちも星として登場しているわけです。これは日本神話とかにはほとんど見られない表現でめっちゃ珍しいんですよ。まず星っていう表現が日本神話にほとんど出てこないんですよ。そうよね。そしてね天女が住む立派な家のことを原文では「行った宅の門」と表記されてるんですよね。行った宅の門。そう、この行った宅の門をくぐって2人はねこう夫婦になるわけですけども、この「行った」とは大地を意味すると。大地、あ、出た。考えられてるんですよ。そう、星。またの呼び方を大地というんですけども、この大地というのは宇宙や万物の根源を表し、天の中心に位置する星を神格化したものなんですよね。島子と亀姫はこの大地を表す門をくぐって夫婦となったわけですよ。へー。だから先ほどのね天女の陰陽五行思想的なプロポーズとか聖壇を擬人化させた子供たち、そして太一というね象徴的なフレーズを登場させてることから、この物語には、陰陽道のエッセンスがねふんだんに散りばめられてるんですよ。そうなるね。やばくない？これやばい。これめっちゃ不思議じゃない？だってこのストーリーに陰陽道の概念を入れ込む必要はどこにあんねんと。ないよね。そうでここからの流れはまあ昔話とほとんど同じで、楽しいだけの日々が続いた後に島子が故郷に帰りたいと言い始めるんですよ。それを聞いた亀姫は涙を拭いながら、嘆きながらこう言うわけですよ。心はかな岩に等しく永遠のものだと思っていたのに、それを願っていたのに、なぜあなたはふるさとに帰りたいなどと言われるのでしょうか。なぜ二人のひとときを自ら捨てるのですか。ね、もうプレゼンしたわけですよ。帰るなと。まあまあ一生一緒に言うてね。そう。プロポーズしたもんね。しかしこれだけ言っても島子の故郷に帰りたいという思いは変わりませんでした。亀姫は別れ際に、どうか私のことを忘れないでください。また再会したいと思うのであれば、これを固く握りしめ、絶対に開けないでくださいねって言って。島子に箱を渡したんですよ。ああ、来たこの流れ。そうで島子を再び眠らされて、うん、まあ一瞬にしてふるさとに帰ると、うん、まあ村の様子は一変してました。うん、ね、全然ちゃうやんけと思ってうろちょろしててね、うん、そこにおった村人にね、水の上の裏の島子やその家族について尋ねると、うん、ああなんか昔はそんな人が住んでたみたいですねと。あら、確か島子という人物が一人で海に出たものの、うん、その後再び帰ってくることはなかったとか。もう何百年も前の話ですよと。なんでそんなことを今聞くんですかみたいなあら、まあ、ことを聞かれて、まあ、島子は呆然とした思いに駆られつつも村中を練り歩きました、うん、しかしお父さんもお母さんも知ってる人さえも見つかりません、うん、こうしてさまようこと1ヶ月、島子も呆然としながら、はいね、玉手箱を撫でながら、まあ、亀姫のことを思い続けましたと。そしておもむろに亀姫との約束を忘れて玉手箱をやっぱりパカッと開けてしまったのです。開けちゃったで絶対開けたらあかん言われてたのにパカッと開けると、うん、箱の中からは、うん、ふわっと、うん、花のようなかぐわしい香りが漂いました。香りそうでそのまま空へと飛んでいった。ああええ匂い。煙でもなく香り。見えない香り。ふわふわ飛んでいった。何やこれで島子は亀姫との約束を破ったことに気づき、もう二度と会えないことを悟って途方に暮れて歩き回りましたとさ。おしまいっていう。歩き回ったまま終わった。おじいちゃんにもならへん。何それ。そうこれが丹後の国口に伝わる浦島伝説でございます。はあ、なんか三種三様というかね、なんか物語がリアルに書かれてるせいかなんかこう胸にくるものがありますよね。切ないというかね。これが原初の浦島伝説でございます。へえ。まあどうやらもともと悲惨なオチが多かったみたいなんですよね。どうやらね。そう。それにしてもね、今に伝わる昔話には存在しない、うん、貴重な情報がてんこ盛りだったよね、これ。なんかいろんな角度で情報入ってたね。そう。このいろんな情報をもとにね、うん、浦島伝説の謎を紐解いていきたいと思うのですけれども、はい、ちょっと長くなったので、うん、本日はこの辺で終わりたいと思います。まあそうよね。ね。明日の動画ではいよいよね、謎の核心に迫っていくので楽しみにしていてください。はい。ぜひね、本日の動画の感想、コメントでお聞かせください。そして面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にね、僕らの SNS もあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、またいち早く先行で僕たちのニュースを配信しているトゥーランドVlog 公式 LINE もね、概要欄から登録できますので、ぜひチェックをしてください。はい。でね、まあ、サブチャンネル、うん、トゥーランドクエストっていうのもね、はい、名前が変わって、トゥラクエっていうものも始まってるので、ぜひ見てください。ぜひぜひ。ということで本日はこの辺でございます。はい、またね。バイバイ。